WKA 世界ムエタイスーパーヘビー級王座決定戦、まず日本佐竹正明がコールされました。K の頂点に立った男、アンディ・フグです。さて松井さん、はい、佐竹にとってはこの一戦は復帰戦だったんですか？そうですね、あの95年の、グランプリで、はい、ジェロム・レバーナ選手と戦って、うん、まあ、ここで負傷しちゃったんですよね、まあ、1年5ヶ月ぶりと。あ、そんなにブランクありましたか？ありましたね。しかも対戦相手がですね、はい、グランプリでチャンピオンになったばかりのアンディ・フグ選手と、はい、K-1 の初めての、まあ、対決になるんですけども。あ、そうなりますか。はい、なるほど。まあ、ファンからすれば待ってましたっていう感じがありますよね。まあ、あの時の勢いからするとチャンピオンになったアンディ・フグがやはり有利だったという見方は強かったんですか？もちろんですね。ただ佐竹選手復帰戦ですからね。復帰戦がいきなりチャンピオンですからね。しかもアンディ・フグ選手がチャンピオンになった直後ですから、一番脂乗ってる時ですよね。そうですね。佐竹の状態というのはこの時点はどうだったんですか？いや、もう怪我はだいぶ良くなって、はい、まあこれからじゃあ巻き返してやろうかと。うん、フグトルネードですね。そうですね。満を持してという状況なんですか、佐竹サイドは？そうですね、もう一勝負してやろうって感じでしょうね。うん、やっぱり試合感を取り戻すのに、はい、まあ、1ラウンドはちょっと様子見てって感じだと思うんですけどね。そうですね、あのその今おっしゃられた試合感というのはやはりリングに立たないと、ね、戻ってこないものですよね。そうですね、やっぱり1ラウンドちょっと戦ってみてでしょうね。ということは佐竹は第1ラウンドは様子を見るラウンドとして戦うわけですね。もちろんそうでしょうね。はい、フグの方はどうでしょうかね。アンディ選手からしたらどうでしょうね、まあまあ、普通というか、うん、いつも通りに戦えばいいんじゃないですかね。さあ右フェイントか、おお、かかと落としだ。やっぱりアンディ・フグ選手ね、優勝チャンピオンになってから、はい、安定してるというかですね、自信を持ってますよね、はい、そうですね、この試合からもしてももう自信がうかがえます。まあ、94年のグランプリに出てきた当時はちょっと自信ないような感じありましたけど、もう別人ですね今。そうですね、ここまでたくましく見えますアンディ・フグ。96年グランプリを制しましたアンディ・フグ。やっぱり佐竹選手はね、やっぱり様子見てる感じですよね。そうですね。さあフグこの辺りは余裕なのか。アンディ選手はね、やっぱりいろんな技出していこうっていうね、そういう思い強いでしょう。そうですね。さあ、おお、さあ回しに後ろ回しを見せました。アンディ・フグ K の頂点に立った男アンディ。さあローから、おお、左ストレートを伸ばしました。アンディ力強いですよね。そうですね、自信に満ち溢れていますアンディ・フグ。アンディ・フグ選手ね、はい、まあ、下段切りというかローキックですね、はい、強いですからね、それでどんどん攻めていきたいところですね。そうですね。さあ対する佐竹、今何を感じているんでしょうか。1年と5ヶ月ぶりのリング、右のローを伸ばしていきます。ここはカウンターを狙いますが、さあボディーはアンディ・フグだ。まあ、この時はですね、はい、佐竹選手からしたら下からの武蔵選手というですね、まあ、スーパールーキーが出てきてますんで、まあ、ここで頑張らないといかんというね、そういう思い強いですよね。自分のその立ち位置という部分でもね、はい、脅かす後輩たちが続々と出てきてますからね。まあ、しかもね、あの1年半ぐらいね休んでいましたからね、余計そういう思い強いですよね。まあ、それまではこの佐竹がずっと支えてましたからね。そうですね、彼がいたからこそ K-1 っていうのもね、ここまで人気出たと思いますし、はい、どうでしょうね、はい、あの選手とすると久々のリングは多少の恐怖感というのは出てくるんですかね。やっぱり恐怖感というか緊張感ですよね。果たして今まで通り動けるかどうか、はい、
ってところだと思うんですけど、なるほどね、まあ、今見た感じは、はい、まあ硬いですけど、はい、だいぶ良くなってきてるかなって感じはしますけどね。なるほどね、まあ、ディフェンスがしっかりしてるってことですよね、それは。さあ最初の3分間戦いました。試合感の方はどうでしょうか、佐竹正明。まあ、ここら辺から徐々に上げていく感じでしょうね。まあ、佐竹選手得意なのはローキックですから、はい、まあ、圧力かけてローキックと、っていう場面が何度も出てくると思いますよ。なるほど。さあ佐竹右のストレート。さあプレッシャーをかけているのはアンディフグ。前に出ます。その周りを左、そして右に回り込む佐竹。さあ前蹴りを放つ。さあ右、左から入ってきました。さあ打ち合いだ。まあね、アンディフグ選手も打ち合いもね、結構昔弱かったんですけど、自信持って打ってますよね。そうですね、今の左ミドル良かったですね。さあローから入りますアンディフグです。たたけもガードを上げて、さあここからどう攻め返すか。さあローです。あのローですよね、狙いは。下がりながらアッパーを返します。佐竹まあ、佐竹もその K のリングではこれ初対決になりますけれども、はい、アンディのこのプレッシャーを感じているんでしょうね。そのチャンピオンって人のこのオーラとでも言うんでしょうかね。やっぱ自信持ってるなって感じするでしょうね。まあ、2人はですね、はい、93年にあの空手ワールドカップっていう、ね、制度改革主催の大会あったんですけども、ここ の, あのトーナメント決勝でね、あの対戦してるんですよね、で、まあ、空手ルールで、まあ、勝負がつかなくて、で初めて、アンディ選手がグローブつけて、で殴り合ったんですけど、これでも勝負がつかないで、でシワリで、まあ、勝負が決まって佐竹選手が勝ったんですけどね、あ、そうですか。ということは実質2戦目ということになるわけですね。そうですね、 K-1 としては初めてですけども、はい、2人が戦うのは2回目ですよね。もうその約3年ぐらいの間にまた背景も変わりましたしね。そうです ね、立場もだいぶ変わってきてますよね。そうですよね。さあ何か狙った感があります、このアンディフグです。左のハイキックを狙っていくか、アンディフグ。さあワンツー、畑はどう攻めるか。左のインローはアンディフグです。サウスポースタイル。アンディフグ選手の一発一発きついですからね、畑選手もね、あんまり思い切ってローキック蹴っていけないですよね。ああ、そうなりますか。無言のプレッシャーはアンディフグです。なんとか佐竹はローキックをしたいところ。第2ラウンド終了。まあ、あんまり大差はね、ついてないですけどね。プレッシャーはやはりアンディの方がかけてますか。まあ、プレッシャー手数ともにアンディ選手ですよね。佐竹選手もカウンターの、まあ、蹴りとか返していってるんですけども、はい、有効打にはなってませんので、まあ、ややアンディ選手の方が有利ですね。超満員の横浜アリーナです。この一戦の前での佐竹に対する期待感というのは、ファンはどんな認識でこの一戦を見ていたんですか。まあ、戻ってきてくれたっていうね、そういった期待感ですね、ただアンディ選手をじゃあ倒してっていうところまで行ったかどうかっていうのはちょっと微妙ですけども、かかと落とし、いきなり出していったアンディフグです。なかなか中に入りません佐竹。それだけ厳しいプレッシャーがあるのかもしれません。さあ打ち合いだ。打ち合いでもね、アンディ選手負けてないですよね。そうですね、かなりボクシングの方の特訓も積んでいますこのアンディフグ。さあローです。佐竹も不用意に飛び込めないんですかね。飛び込めないんですけども、まあ、チャンピオンね、相手にしてますから、もうちょっとアグレッシブにいかないとダメですよね。
印象的にはフグの方にちょっと余裕が感じられるか、攻めているのはアンディフグのように見えます。さあ佐竹、ここからどうその体勢を挽回するか。さあ共に牽制します。ちょっとね見合う場面が多いですよね、そうですね、互いに何か警戒しているんでしょうか。さあ左のストレートから入ってきましたアンディフグです。アンディ選手がフェイントかけて左のストレートをね今、惜しい角度で当ててきましたよね。はい、ここはスリップです。K のリングではどんどくから這い上がって頂点を制しましたこのアンディフグ。おお、後ろ回し激しい、後ろ回しね、あの構えをちょろっと変えて蹴っていきましたけど、はい、うまいですね、うまいですね。また佐竹選手もね空手時代に戦ってますから、分かってるんですよね、そこら辺フェイントは。うん、いろいろ技のレパートリーもありますアンディフグです。さあインロー、ここはローで返しますが、右の左のストレートはアンディフグ、まあ、アンディ選手はねあの蹴り技も今みたいに多彩ですしね、はい、パンチも思い切って打っていきますし、すごく完成されているっていうイメージありますね。そうですね、またこの選手は練習の虫ですからね、そうですね、いくらでも練習しますもんね。はい、朝5時に起きてね、ロードワーク始まって、はい、そこからねもう何時間も練習しますからね。さあそのアンディが出る、アンディが出る、佐竹も応戦する。さあアンディが詰めた、アンディが詰める、左のハイ、左ハイキック、なんとかガード佐竹、まあ、パンチの連打からね蹴りにつなげるっていうね、はい、アンディ選手は強いですね、強いですね。さあアンディのペースです。左のストレート、前蹴りを放つアンディ、手数ではアンディですね。そうですね、佐竹選手もねもうちょっとなんとかしたいんですけど、うん、まだエンジンかかりきらないんですね。おまだ本来の動きではないのかもしれません佐竹、1年と5ヶ月ぶり復帰戦となります。 WKA 世界ムエタイスーパーヘビー級王座決定戦です。アンディフグ選手がサウスポーなんで、はい、まあ、佐竹選手は右のローキックが得意なんですけども、うん、それが蹴りにくいのかもしれないですよね、相手がオーソドックスじゃないんで構えが。あ、なるほどね、あ、まあ、インローを蹴っていけばいいんですけども、はい、うん、そこもなんか蹴りにくそうな感じはしますね。戦略的にはどうしたらいいんでしょうかね佐竹は。まあ、正直言ってちょっと厳しいですけど、うん、まあ、とにかく手数を打っていかないと勝負にならないですね、はい、ちょっと手数ではね今押されてますからね、はい、ちょっと見てるって感じがありますね。そうですね。さあ第4ラウンドに入ります。3分5ラウンド制 WKA 世界ムエタイスーパーヘビー級王座決定戦です。おお、飛び後ろ回し蹴りですね。そうですね、アンディ選手にあれをやらせちゃダメですね佐竹選手は。ということはアンディの方が若干の余裕があるということですか。余裕があるでしょうね、うん、今お左ハイもねキレがありましたね。そうですね、アンディの大きな技が出ました。なんとか手数を出していきたい佐竹。さあ狙いすました、ここはノーダウンスリップ。まあ、アンディ選手も何気に足技ね結構今のハイキックとかですね出してますけど、はい、的確でキレがあるんですよ。あ、なるほどね、うん、だ佐竹選手もよくかわしてるとは思うんですけどね、はい、左のストレート伸びましたアンディフグ。スパナージが出てますね。そうですね、手数ではアンディだ。アンディがフェイントをかける、今度は右。さあ佐竹も返しますが手数ではアンディ。さあ佐竹頑張れ、左のストレート、インロー。アンディ選手、左の、ね、ストレートがいいですよね。そうですね、大きく伸びてきます、うん、足技が混ざってくるんで、うん、佐竹選手が防戦一方になるの仕方がない気がしますね。そうですね、佐竹ちょっと出血を見ています。さあ前蹴りはアンディフグ、
手数バンディーだ。ああ、もう一度後ろ回し、大きくフェイントかけてからの上段への後ろ回し、ね、そうですね、左右で持っていきますね。この人は本当いろんな角度からね、はい、上段への蹴りが出ますんでね。これはちょっとね、佐竹選手厳しいですね。そうですね、佐竹防戦一方、いろんな技のレパートリーが出ています。今日のこのアンディフグ飛び込んだ、そして左のローキック、まあ、どっちかというと空手っぽい戦いにはなってますけどね。ボクシングでもね、佐竹選手負けてますんで、蹴り合ってもね、アンジ選手にはちょっと勝ちにくいですよね。そうですね、そのあたりさすがチャンピオンです。さあ、アンディが出る左のハイキックです。危ないですね。さあ、アンディが詰める左ストレート。さあ、アンディが距離を詰める左、はい、もう常に前出てるのアンジ選手ですからね。そうですね、佐竹も自ら気合を入れました。手数はアンディだ。さあ、残り時間がなくなってきました。なかなかね、佐竹にとっては難しいですね。あ、ちょっとこれはブーイングですか。まあね、お客さんとしては KO を見たいっていうね、ところでしょうけど、でもやっぱりね、アンディ・フグ選手の実力を一番知ってるのは佐竹選手ですから、そうもね、なかなかいかないですよね。まあ、勝負しろ勝負しろっていうことなんでしょうけども、あれだけ足技をね、いろんな角度から出され、なんか左ストレートがあれだけ伸びてきて、なかなかね、いけないですよ。そうですね、現実はね。まあ、ファンとしての気持ちは分かりますけれども、なかなかね、ファイターとしてはね、やはり勝負論にもこだわりますから、やっぱりね、勝つ可能性があるものをね、選択して戦いますから、ね、玉砕しろっていうのは、やっぱり見るものはね、言えないですよね。そうですね。そしてまた王座決定戦でもあります。さあ、いよいよファイナル第5ラウンド、大歓声の中スタートしました。残り3分だ。さあ、かかと落とし、アンディ・フグ、ここは決着戦か。アンディも KO 決着を狙うか。さあ、大歓声で我々のこの声が聞こえているかどうか。左のハイキックはアンディ・フグ前出る。まあ、佐竹選手もね、気合は入っているますよね。そうですね、やったやろやないけっていうね、やっぱり K1 のね、早速支えてきたね、ファイターの一人ですよ、はい、そうですね。さあ、佐竹が出ます。佐竹が出ていく、左ストレート、アンディのストレート。さあ、打ち合いとなるか。アンディ左、左ストレート当たってるんですよね。そうですね、もう根性で立ってますね、佐竹選手は。WKA 世界ムエタイスーパーヘビー級王座決定戦として行われています、この一戦、ファイナルの第5ラウンド。さあ、左のフック、アンディ・フグだ。さあ、左のミドルから左のストレートを放っていきました、アンディ・フグ。さあ、佐竹もプレッシャーをかけ始めました。佐竹選手がね、このラウンドすごい前に出てますよね、はい、そうですね、もう左ハイです。アンディの左ハイ、あれもね、左のストレート行くよって見せかけたフェイントかかってのハイキックなんですよ。ああ、なるほどね、高度な技術だ。一瞬でも気を抜いたら佐竹選手やられちゃうんですよね。ああ、なるほどね、そういった恐怖感があるのかもしれません。だ、ファンからしたら、もうなんで前出ないんだっていうね、気持ちすごくわかるんですけど、前出た瞬間に終わっちゃうんですよ、試合が。なるほどね、やはり勝ちたい、両者勝ちたい。さあ、アンディか、それとも佐竹か、まあ、もちろん佐竹選手も攻めないと勝てないんですけどね。佐竹出た。さあ、しかし返します、アンディ・フグ。残り1分を切りました。このね、ミドルもやっぱ強烈ですね。そうですね、一発一発に破壊力があります。左のローが入りました、アンディ・フグ。レフェリーが分ける。さあ、残り時間が刻々となくなってきました。ファイナルの第5ラウンド、飛び込んでいきます、佐竹。大歓声の横浜アリーナ、佐竹とアンディの一戦、佐竹復帰戦、そして対するチャンピオンのアンディ。
残り30を切りました。さあ残り30、素晴らしいアンディの動きだ。まあ、アンディ選手あの技でね、タイトル取りましたからね。そうですね、ノグトルネードも出していったアンディ。さあ佐竹も気合を得る、残り時間がない。さあさあ止まり頑張れ、ここで試合終了。ファンのこのブーイングはちょっと佐竹にとっては厳しいかもしれない。厳しいでしょうね、まあ、ファンの気持ちも分かりますけどね、まあ、お互いよく戦いましたよ。まあこの部分がね、そのプロのファイターとしての難しさといえば難しさでね。そうですね、お延長コールが起こってますね。やはりファンはその KO 決着を見たいということなんでしょうかね。もちろんそういうことですよね、完全な形での決着を見たいっていうね。まあ判定ではね、あのアンディ選手の方が有利でしょうけどね。まあこんな言い方は失礼に当たるんですけども、時にファンというのは冷酷な部分もありますね。まあ貪欲ですよね。さあ判定はどうか。さあまず1人目はアンディ、まあそのぐらい差あるでしょうね。アンディの勝利。判定3対0をもちましてアンディ・フグ勝利。 WKA 世界ムエタイスーパーヘビー級王座を奪取いたしました。最後はご覧のようにかかと落としで締めます。まあいつものパフォーマンスですよね、さあ改めてこの一戦をちょっと振り返っていただきたいんですけれども、はい、はい、まあ佐竹選手が頑張りましたけど、やっぱりアンディ・フグ選手の方がね、1枚も2枚も上でしたね。まあ、もっと攻めればっていう気持ちはね、変わってみたらあるんですけども、はい、まあなかなかそうもいかないのが勝負の世界ですからね。そうですね、復帰戦としての佐竹のファイトはどういうふうに映りました？その復帰戦という部分にちょっと強調していただきたいんですがね。まあ、復帰戦ということを考えたら、よくディフェンスはしてたなと思いますけどね。動き自体はまだ本来の佐竹選手の動きではなかったですね。さあ認定証を受け取りました。まあ、この年はアンディにとっては非常に素晴らしい1年であったわけですよね。そうですね、やっぱチャンピオンになれたっていうね、ことも含めて素晴らしい1年だと思いますけどね。あの初めてこの K のリングに立った時、そして今と比べて、はい、どの、 あの技術的な部分なんですけどね、はい、どの部分がどう進化したんですか？まあ、簡単に言うと気持ちなんですけどね。一回こう気持ちというかですね、結果が出ると気持ちがこう安定してきますよね、はい、そうすると落ち着いて攻撃出せますから、そこが一番大きいとは思うんですよね。なるほど、まあ、よく心技体とは言いますけども、その心の部分が大きく成長したわけですか、はい、そうですね。 K1 に参戦した頃はまだ疑心暗鬼だったと思うんですよね。それ結果出すことによって自信がついて、もともとあった技術を出せてると、はい、そういうことだと思いますけどね。まあ、この試合を見てもそのアンディの自信というのがね、はい、大きくこう顔を覗かせていた、そんな試合でもあったように、あれだけ足技出せればね、はい、アンディ選手本来の、ね、実力がかなり発揮されてるなと思いますけどね。そうですね、 WKA 世界ムエタイスーパーヘビー級アンディフグ佐竹に勝ちました。